ありがちズーム。あー、むせちまったよ。なんか視線がじー、コロナではないのに咳をすると視線を集めてしまいがち。あー、今日も外出らんねえか、暇だな。アマゾンでも見よっと。とりあえずこれ買っとくか。ネット通販で余計なものを買ってしまいがち。こちらお釣りになります。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、お釣りを受け取るときに店員さんの手が触れてしまい、すぐに消毒したくなりがち。この前、孫や娘のためにマスク20枚もこさえて送ってやったわ。あら、うちなんか息子娘に30枚ずつ60枚も送ったわよ。60枚だと？マスクをいかに配布できたかをマウントし合いがち。キャンプ最高！と言ってもほとんどキャンプデビューなんだけどね。テントも組み上がったし、これから楽しもうっと。これ美味しいね。私たちのテントってブームに乗ってキャンプに挑戦するが、周りがガチ勢すぎて浮きがち。お昼何時にするの？あー、12時半とかでいいや。はあ、いいやって何？お願いしますだろクソが。あなた今日出勤よね？そうだよ。しゃー、旦那の出社日が楽しみで仕方がない。あー、喉乾いたな。コーヒーでも飲もっと。あ、マスクをしたまま飲み物を飲もうとしてしまいがち。はあ、遅刻しそう、急がなきゃ。あ、やばい、マスクしてないじゃん。戻るのが絶妙にめんどくさい距離でマスクの付け忘れに気づきがち。今日の郵便は何かな？光熱費が自分史上で記録的な数字を叩き出しがち。袋はいりますか？え？ビニール袋はご購入されますか？はい。ビニールガードとマスクで店員さんの言ってることが聞こえない。シュ、もう手がガサガサだよ。でもプッシュを最小限にして、手荒れを気にしてアルコールを最小限に抑えがち。コロナでどこにも遊びに行けないから公園でも行くか。わいわい、ガヤガヤ。え、もはや公園自体が密になっている。スーパー行くからお化粧しなくっちゃ。パタパタ、カキカキ。よし、これでこうにして、化粧は顔の上半分だけで済ませがち。最近入ったあの人すごい綺麗だな。どんな顔しているんだろうな。お疲れ様でした。え、マジでか。あ、お疲れ様でした。マスク隠れている部分を想像して勝手に美人を想像してしまいがち。久しぶり。最近誰かと遊んでる？いや、最近はあんまりかな。今週日曜みんなで遊ぶけど来ない？コロナとか心配だし、やめとこうかな。マジ？人と会うのが面倒な時はコロナを理由に断りがち。最近どこにも遊びに行ってないしな。そういえばお金も使ってないよな。外食もできてないし、今夜は自分にご褒美しちゃお。コロナで外食できないし、ちょっといいもの買ってしまいがち。お、年賀状届いてる。コロナが終わったら、コロナが明けたら、コロナが収束したらいつか。年賀状や挨拶文はほぼ確実にコロナ話が入りがち。あー、家に居すぎて太ったな。ママちゃん、今日飯少なめ。ごくり食べて免疫つけないとね。コロナ収束したらダイエットしよう。免疫を理由に食べ過ぎてコロナ太りしがち。リモート会議は確か13時からだったよな。よし、それまでテレビでも見ちゃおう。お父さん、
リストラされたんだね。え？家にいすぎて子供にクビになったと誤解される。お、ドラマの再放送がやってるな。これが今で言う3密か。マスクがない生活が懐かしく思えるな。当たり前が当たり前ではないことに気づかされる。みんな元気にやっているかね。はい、世間はコロナウズですが僕は元気です。決まった、難しい言葉を使ってやったぜ。君、それコロナ禍って言うんだぞ。え？か、お、うずと読み間違える。お前マジかよそれ。本当だって。あ、待てよこの距離。密です、密です、密です。距離が近い時に密の言い方をついついモノマネしがち。今日も疲れた。さ、こまめに手洗い、服も消毒、そしてビールで体の中も消毒消毒。飲酒をアルコール消毒と言いがち。うわぁ、なんか喉がイガイガするな。もしかしてとうとう私も喉がイガイガしただけでコロナと疑いがち。餃子でも作ろうっと。明日は久しぶりに出社か。あ、ニンニク臭いって思われちゃうかな。でもマスクしてるしいっか。マスクをしてるから匂いがきついものも食べがち。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひ。ご視聴ありがとうございました。